ちは。こんにちは。さて、昨日ドラフトが行われました。そうですね。まずあっちゃんのさ、はい、全体的な印象ってどういう印象を持ってる？まあ今年は高校生が結構上位で指名されたなっていう印象ですね。まあ、でも去年もさ、振り返りはさ、ネオとか去年はそうやってビッグネームがね、うん、4人いましたよ、うん、じゃないですか、うん、あとやっぱ各球団の、うん、なんかこうドラフトの、まあ、課題をしっかりと明確に見えたなっていうふうな、まあ、戦略がな、まあ、ヤクルトだったらピッチャーとか、うん、阪神は高校生とか、うん、っていうふうな各球団のやっぱりこう方向性がしっかり見えたなというふうなドラフトだったですね、うん、今年は今年の話いや昨日のドラフトの話してるんですか。いやいや小園とかの話してたから去年かと思った。いやいや今年ですよ。今年、あ今年な、もうその飛びますね話が。いや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 、お前が飛んでるからあれ今年はどうなんだろうと思って。そうだよな。ゆうたかさんどう思われました今年。あやっぱりあっちゃんと同じようにこれはもう非常にしっかりした戦略を持って取ってるなという、名前に踊らされてないというかね、うん、そんな感じで。俺さ一つ気になったのが佐々木がいるでしょ、はい、まあ、結局はロッテに行ったんだけど、はい、あの子4球団来たんだけど4球団ともパ・リーグじゃない。いやそうなんですね。あれなんでやろうな。他は3球団ともセ・リーグでしょ、うん、セ・リーグなんだよ。だから、まあ、今パ・リーグの方がやっぱりこうやっぱ強い速いピッチャーが多いじゃないですか。なんか佐々木君見ててなんかパ・リーグ向きじゃないですか。どうでした。まあまあ向きっちゃ向きだよね。パワー系で押していきたいっていうね。まあ確かに荒削りなパリーグと、やっぱこうまあこれ差別じゃないよ、はい、緻密にやっていくセリーグとっていう、うん、なんかそういう違いがあるのかなっていう。やっぱりこう個が強いパリーグとチームというなんかこう、うん、の勝敗が関わってくるセリーグっていう風なことは感じますね。だから DH とDH を採用してないセリーグとのまたちょっと違いも出てきてるのかなっていうような。だからこれ不思議やなと思って。ね、そうですよね。だって前日見ても大体佐々木の指名するっていうのはパリーグに偏ってたから、パリーグ全球団行くんじゃないかっていうような感じがしたけど。でもそういう中でね、石川にも3球団来たじゃないですか、うん、やっぱりどの今チームもこの右の長距離バッターっていうのは欲しいんですね。いるなぁ。いや特にアンダー18の木星で結果残したじゃないですか、うん、あそこで評価上げましたよね。まあ確かにね、うん、で今年のね春先に、はい、ドラミちゃんっているんだけどタロット占いのね、いろんな知り合いいますね。いるんだよドラミちゃん。ドラミちゃんがいるんだけど、その子が言ってたのが、中日の与田監督とロッテの井口監督は今年は最高に運がいいって言うんだよ。で競合したじゃんみんな、はい、で引き当てたじゃない。わーと思って。ドラミちゃん呼んできましょうそれでもあんまり回んないんだよドラミちゃん。それいつあれですか言われたんですか今年の開幕予想。でもそれはシーズンのことを言う、うん、いや、ま、だけどなんか引き当てる感じがしたよ。うーん、でも石川ってやっぱ運があんのかなと思って。特に地元だし、そう僕もなんかやっぱ地元に入ってほしいっていう思いがあって、ね、あったよな、うん、で選抜では本来サードなんですけどピッチャーで、うん、ね、好投して優勝して、うん、で予選ではすぐ負けて1回戦でしたっけ、うん、負けてしまったというね、うん、それでもその1回戦で負けたチームから2人もその、アンダー18に入る、そのやっぱりなんかこうチームだったんだなっていうのは感じますね、うん、まあ、確かにな。あとびっくりしたのが、うん、DeNA の森選手、はいはいはい、これは思っていきましたね。やっぱりねセンターラインだよな DeNA は。で外とかもセカンドやらしたりとかもしてて内野手がやっぱ足りない。で大和があまり打てないということから考えるとやっぱ若くてショートを守れる子でセンターラインの強化、はい、だからなんかそういうのがなんかすごくいいドラフトだったかなっていう。能力高いですね。能力振り見ても高校生じゃないような、うん、それとあとはショートを守れるかどうかですね、うん、まあ、そういうふうに教えるかどうかだよね。まあいやもうショートはできる子だと思うやってきてるわけだから、まあ、アンダー18でも、まあ、ショートがいっぱいいたからセンターを守ったのか、うんうん、まあ、彼より上手いショートがいたのか分かりませんけど、うんうん、でもこの DeNA は思っていきましたよね。まあそうだね。あと広島がもう勝ったな、
森下一本釣りね。一本釣り能力高いよ。高校時代からね、あのアンダー、ジャパン入って、うん、プロ志望届出さずに大学にね来て、そうもう本当に恵まれた体格からね、続くのかなと思ったけど、春まあ優勝、明治が30何年ぶりですか、選手権制覇した時のピッチャーでキャプテンでしょ、いや顔も凛々しい、うん、なんかいいですよね。いいよな。なんか広島っていう今、チームにすごくこう合うピッチャーだなっていうか、さあそれで、あっちゃんの昨年までいた阪神をドラフト見てどう思う？1巡目西、これはね、なんかぴったりのような気がします。ああいう風な、こうもちろん岡山というね、創志学園というチームで、まあ監督も言われてましたけど、こう星野さんをね、彷彿させるような、そのやっぱスタイルじゃないですか。まあ岡山だしな、まあ元々広島の子なんですけどね。あ、そうなの。ヤング広島っていうチームと思うんですけど、オタクが出たね。すごい、そうですね。アンダー15ね。だからまあ成り物入りで創志に入って、まあ僕らの知り合いの息子さんも結構創志に行ってるんでね、関西からも行ってるんですよ。まあそんなことはいいですか。いやいいよ。プチ情報。その時からもやっぱりまあ、1年生からもう本当に、なんか将来を、ね、期待されて入ってきた選手なんで、まあそういう中で2年生であれだけね、もう注目されて甲子園出て、ちょっとこれ、ね、これガッツポーズかなんかして、なんかちょっとね、なりましたね。そうなんですよね。で昨日の記者会見見たらやっぱ大人になりましたし、創志、の制服見ました。ちょっと可愛かったね。そうなの。見てない。ブレザーだった。ブレザーなんです。なんかね、白いラインが入って、はい、なんかちょっと可愛い制服でした。でも可愛いけど、でも闘争心のある、すごくいいピッチャー取ったよね。狙い通り。全体的に阪神の狙いっていうの。2003年もそうなんですけど、阪神の、まあ僕らは2003年入社しましたよね。あの時全員がレギュラーが名古屋から西なんです。だからチームによってやっぱそういう風な、やっぱ出身地によってね、チームの気質というか、まあ慣れるというか、ね、あるじゃないですか。あるな。だからそういう面ではやっぱり今回、まあ、西もね、西の子だし、別に今回も横浜と東海大相模の子が選手が入ってますけど、決してそれが悪いっていうんじゃないですけど、まあ馴染みやすいっていうねと思いますね。なるほど。じゃああっちゃん古巣の日本ハム、川野、これ鳴門高校の子でね、高校から注目されてたピッチャーなんですよ。鳴門高校ですね、確か。鳴門。だから外した、まあ抽選では負けましたけど、いいのを取れたんじゃないですか、左で。まあそうだよな。1位、2位も即戦力でしょ。縦の。ああ、縦の。東海理科でしたっけ。そうです。この選手も非常に評価が高い、選手ですね。なんか高校生を取る割には、意外と日本ハムは今年は即戦力をいったね。日本ハムは社会人はピッチャーしか取らないんですよ。社会人は野手取らないですからね。だからそういう意味では、まあいい選手を取ったと。でやっぱ俺注目してるのは宮城、オリックス1位、外れて1位したけど、そうなの。俺器用さを感じるんだよね。あれだけ左で、まあ、クロスステップしてくるんでね、彼も沖縄の県予選の決勝で負けてしまいましたけど、やっぱりこのアンダー18で評価を上げた選手ですね。まあ彼も、中学の日本代表でしたから。でもこのピッチャーを見てダルビッシュが絶賛してたという。この子は能力が高いっつって、ピッチャーからの目線で言えば。だから左ピッチャーってどっちかというと不器用な選手が多いんですけど、器用なタイプに見えるやろ。ただまあまあ僕もたまたまこう昨日テレビ見てたらね、彼の生い立ちとかやってて、涙出ましたね。どういう生い立ちだ。まあ非常に貧しくて、苦労したけど、野球をやらせてもらって、野球で恩返しするみたいなね。でもなんか、表情見てたらすごく明るそうな、いい子だよね。なんかインタビューとかも。だから沖縄、ね、今度オリックスに入りましたけど、まあ焦らずやってほしいですね。まあそうだな。でも結構器用で、早く出てきそうな感じがする。身長178ぐらいですか。172。あ、
小さいんですね。じゃあ172っていうか170ぐらいじゃない。でもあの左ピッチャーは本当にあの金田さんっていうね、客外の400勝されたピッチャーおられますけど、最近の野球界見てるとみんな左は器用な小さい子ですよ。この川野君でも170代でしょ。174、そうでしょ、みんなそうなんですよ。確かにな、ヤクルトの石川をね筆頭に、いやあの DeNA の東とかああいうのもそんなにでかくない。今永は180ぐらいあるぐらいですね。今永あるかね、あれ今永多分180ぐらいと思います。ある二人って小柄な投手の方がなんかいいんですかね、うん、器用なんです、器用なんですな、多分。へえ、いろいろこう変化をつけれると思う。上からダメだったら横にしちゃえみたいな。おー、今左でも昔みたいな大きなカーブを折るピッチャーいないでしょ。みんなこういうボールですね。まあそうだな、まあ主流だよな、そういうボール。はい、ヤクルト置くか、うん、あとね、ちょっとオリックス、はい、いいよいいよ、育成をね、8人か9人取ってます。取ったな、これはちょっと新しい試みじゃないですか。まあソフトバンクも取るよね、2、4、6、7人、過去ソフトバンク8人がまあ最後だったと思うんですけど、うん、まあオリックス昨年あたりからそのファームの本拠地とか寮とかね、を前島に移してね、ある程度その施設にも余裕があると思うんですよ。だからそういうことでまあたくさん取ったと思うんですけどね、うん、じゃあヤクルト取っか、うん、まあ投手を取ったね、4位まで1位から4位までピッチャー取った、うん、まあこれは本当に今年のヤクルトの防御率が 4.7 か8でしょ。だ本当にもうヤクルトのもうチームの浮上はこのピッチャー陣にかかってるってことですね。かかってるよな。その中で奥川取ったっていう、当てたっていうのがさ、でかいな。即戦力でしょ、高校生。いや俺もそう思うわ。松坂に僕はなんか似てる。スライダーでやっぱりストライク取れるし、彼はなんか即戦力じゃないかなと思いますね。と思うけどな、見てみたいな早く。何月ぐらいから見られた。いや里崎は開幕して3戦目の日曜日に投げるとか言ってたけど、ね、そんな早くでもう言ってた、いやそのぐらい早く見たい。まあでもこれ振り返れば、はい、ジャイアンツが5位でこの山瀬っていうね、セールのキャッチャーを取ってるんですよ、うん、でもし巨人が当ててたらこれまだバッテリー組めたわけじゃないですか。まあ確かにな、まあ、今度は対決する立場になるんですけど、まあでも怪我をせずにね1年間やってほしいと思いますね。まあでも奥川見てると甲子園とかで体強そうだもんな、うん、そういう見えますね。見えるよな、なんで投げ方もいいし、だからそんなに故障はしないかなっていうような感じがする、うん、まあ全体のドラフト見て注目してる人凝ってたね。西武8位の岸君。おお、あここですね、西武8位の岸純一郎。なんでこれはね、この子は明徳義塾で1年生から甲子園に出てきたんですよ。お、多分5回出たんかな、4回5回出てると思う。全部出てんのということは4度ですね。4度出るでしょ、甲子園で。まあ明徳で1年生からピッチャーで4番でというね、うん、非常に僕も注目してて、うん、まあ大学に行ってちょっと野球を1回やめたんですけど、うん、このまた独立リーグに行ってね、うん、でこれも全体でも最後に指名されたんですよ、うん、ドラフトの一番最後、はい、うん、でまあ僕は結構注目してますね、うん、はい、なるほどね、すごいね、いいとこ見てんなお前。いろいろ勉強したね。いやいや僕はねこういうの勉強してるから好きなんです。好きやな、はい、昔からですか。やっぱ昔からですね。いやもうオタクだよ、ドラフト、うん、いやドラフトっていうか選手名鑑が全部頭に入ってて、ただこの子今回ドラフトされた選手のやっぱり出身高校、出身大学をまたしっかりとインプットしてもらうから。そうだな、うん、また宿題が増えるね。はいはい、はい。